はい、はい、始まりました。始まりました、はい、エピソード27ですかね。もういや、はい、ものでございまして、そうですね、いや一つの局面を迎えましたね、うん、いよいよ、いやすごいわ、前回すごいわ、ニャキッとニュロンときもちょっと気持ち悪いね、出てきましたね、うん、アニメからエピタフが出てきましたけども、うん、ね、そしてリゾットと、ね、ドッピオ、すごい戦いや、いやすごかったですね、すごい、2点3点そうですね、しまして、うん、そうなんですよ、まあまあボス、うん、まあ、ドッピオが負けるわけはないと分かっていながらもうってやつですよね、うん、ね、どうやったら勝てるんかみたいな、リゾット強いわ、でも強いですね、ほんまに強いですね、はい、さすが暗殺チームのリーダー、うん、ね、攻撃方法もやっぱ暗殺向きやし、そうですね、仕上げていくって相手ね、え、もう見てて痛々しい、いろいろ、いや今日ももう血がドバ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 出てきますから、いやもうしかも血も後半黄色でしたからね、あーいやいやいや、で栄養がいってないで、はい、ね、そうなんですよ、もうああいうとこ鉄分が奪われてるってことで、あの漫画でも痛々しかったんですけど、アニメ見たらさらに余計ですね、ねえ、きついわ、 あれはねえ、あ、予知 ねやりましたね、予知ね、なかなか予知のトリックは以前にもね、うん、はい、ボインゴ、はい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 ありましたけど、ありましたね、なかなか僕らも騙されましたからね、あ、そうですね、ね、もう毎回でいいなんですけど、うん、どうやって騙されるのかをワクワクするぐらいの、まあ、確かに今回だから右足が吹っ飛ぶっていう、吹っ飛ぶっていう ねで後半は、この頭が、ね、頭が吹っ飛ぶっていう、ね、結構に、ね、何回かねそういう危機的状況があって、右足は確かによう見たら、うん、ドッピオの右足映ってないんですけど、はい、畳んでる的なね、ああ、ね、なるほどなるほど、そうですね、ただ見えてないだけで、あれだから当時僕ら呼んでた時どう思ってたんでしょうね、あんまりはっきり覚えてないね、でもこれリゾットちゃうとは多分思わなかったと思うんですよね、当時、いや、ドッピオの足吹っ飛んでどうなるかっていうことは考えない、うん、そうですよね、吹っ飛んでる足の頭の、まあ、ジョジョなんでなんか、ね、再生とかはね、うん、できるタイミングあると思うんでと思ったけど、うん、まさかのね、そうですね、リゾットの足が吹っ飛んで、はい、そして、いやでもな、あのハサミだけで飛ばせますからすごいですよね、いやすごいすごい、一応まあキンクリの腕を使ってたと思うんですけど、うん、でもえらい破壊力でね、バキバキバキと、でもしかもその足をさらに使うっていうね、そうですね、リゾットのちょんべい足を使うっていう、メタリカが出てきましたからね、それを言わなかったでしょ、ちょっとまあまあまあ雰囲気の音だけで表してて、いや言ってんちゃいますよね、いや僕ね、あれちょっとショックでしたね、もっと結構楽しみだったんですよ、ロードってどんな言い方するのかなって、どんな楽しみ方してる、いやほんとほんと、で絶対リゾットの声優さんが言うはずなんで、まあまあ、あ、確かにスタンドの声はすごい楽しみにしてたんですけど、なくって、なるほど、まあ多分本編とロードっていう言葉関係ないやろって多分なったと思うんですよ、確かに漫画やから許されてた部分はあったんで、わししたら DVD で入るかもしれない、いや、なんすかね、そうなんでしょう、いやもう声の二度取りはやらないんじゃないですか、いやあれちょっとショックでした、個人的には、まあまあまあね、うん、僕は期待してたんで、はい、スタンド史上屈指の気持ち悪いです、可愛い方にも映りますけどね、ああなんかああいうスイーツのね、ああそうですそうですそうです、で、ね、雪像にもなったり、北海道とか。ありましたね。うん。ありましたね。そう、メニューとかね、ジョジョのお店のメニューになったり、いろいろ。ジブリやったらもっと可愛く。あー、ジブリやったら。ぬいぐるみ色になったと思うんですけど。いやー、まだ分かりません。なるかもしれませんよ、もしかしたら。どんぐり共和国で。ありそうなぐらいの、まあまあ。また、フチコさん的なポジションで。あー。メタリカのフチコさん。やるんじゃないですか、も気持ち悪いなーって。そう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 。軍隊型スタンドですよ ね。いや、あれはすごい。うん、いやいいですね。いいですね。メタリカ。だから、見た目は、はい、ちょっと、そんなにね、強そうな、小粒だらけなんですけど、ですね、ただやっぱり能力としては抜群の。ですね。ね。近づかなくていいっていうのがすごいですね。そうなんですよ。あれが面白いですね。入ってしまえば。俺はお前に近づかないっていうのはまさにその通りで。そうそう、中からこうね。うん。なかなかない能力ですもんね。そうですね、内部からって、うん、あれ確かね、原作の紹介みたいな見たら射程距離が最大10メートルぐらいあったと思うんですよ、ね、あ、結構だ、ほんま暗殺飛びやすい、キングリン比べたらやっぱりリーダー、その射程距離の遠い遠い遠い利はあるんですよ、はい、有利性はいいですね、ね、そして、はい、まあまあちょっと追い詰めた時に、はい、まさかのアニオリがありましたね、
全員集合。そうですよ、暗殺チーム。ねえ、声まで出るとは思わなかったですね。ありがたい話ですよね。ありがたい話。まあ、ファンはね。ギアちゃんが抜きったってできました。ああ、ガサ、ね、全員でガサ入れしてたんやって思って。何人かが言っただけちゃうんやって。ね、結構、ソリッドナーゾ。ソリッドナーゾ。ね、言ってましたね。いやいやいや。あ、ソリッドナーゾって言ってましたっけ？言ってました、言ってました。ああ、はい、そっかそっか。もう調べたらな。お母さんの写真やっぱ逃しちゃうもんか。そうですね。だ、逆にだから能力がアバッキオみたいなのがないから。あ、そっか、あの背景だけではどこかもわからへんし、わからんし、そのそうそうそうですね、そういう発想がないんちゅうだから。そうかそうか、あれは味方の能力によってこう、そうですね、作戦でも出来上がるんで。ジョルノたちもあのトリッシュがサルディニア島って言ったから。あ、そう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 、のですもん、ね、写真やし。あ、確かに確かに、なかなかそれだけでは、うんうん、だからムーディー・ブルースがいないと成立しない、ね、成立しないですね。暗殺チームはなかなか、はい、まあね、結局暗殺するしかなかったんでしょうけど、うん、って言ってたら護衛チームも今回出て後半に。ああ、ちらっと出てきましたね、ようやく。まあその出てきた理由も、はい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 、まあボスに使われたっていう感じですもんね。いや、あの作戦もすごいですね。あのわざとナイフ、メスかナイフ投げて。そうなんですよ。いやっとこうね。そうなんですよね、あれの作戦はすごい。で、まあ、まあネットでもね、気持ちはわからんでもないですけど、はいはい、ランちゃん何してくれてんねん的な声がいやー、ちらほら。いや、もうあれはでもしょうがない。あそこは貴重、特徴を警戒する場所ですから。そうですね。誰かが絶対ね、うん、打ち込んで、あのね、投げてきたらそう打ち込みますよ。そうそう、親衛隊が誰か来てるやろうというね。あれはね、予想がありますから。でもボスに勝ってたところで、勝った。ボスというか、まあ、ドッピオはドッピオなんですけど、はいはいはい、ボスと最初からタイマンやったら厳しいかもしれないですけど。確かにね。まあでもほぼね、うん、ドッピオ、ボスがドッピオみたいな。そうそう、もうすぐ間に合うぞっつって、ね、勝ったって言ってましたからね。ね、勝ったって言ったところで、うん、バババって、ちょっとね、打たれと。なんか、棒立ちでしたけど。徐々あるあるですよね、だから。いや、勝ったと思った瞬間にはすでに。そう、うん、敵同士の戦いって、そうそう、徐々はないんで、ね。ないんですけど、うん、ないからこその、この第5部の、そうなんですよ、の展開。ね、漫画ならめちゃくちゃ面白い、はい、そうですね、うん、ただちょっと思ったのが、いやいやいや、ボスがちょいちょいそのドッピオに、うん、もうすぐあと十数秒で私が出てくる、はいはい、わっ、もう、はい、なってましたね。30分ぐらい、おい、キャプテン翼の試合じゃないんだからおい、そうですよね、うん、作風では多分10秒ぐらいの話なんですよね。そうですよ、僕ら見てるのはね、あれそうかだいぶ見てますけど、30分見てますけど、はい、もう劇中の時間ならもうこんなんですよ。めっちゃ喋ってるし、ナイフ投げてましたけど。いや、めっちゃ早く来たんですよ。そうなんですか。いや、もうボス出てこなと思って。ボスまたちょっと黄色いシャツ着てこう武道館に向かって出してほしいです。ボスの方に、そういう状況なんや。それ時間かかりますね。あれですか、でもそれは。そっか、いやアニメのこの前の話だけ出てこれたはずやけどな。おかしいな。まあ最後出てきましたけどね、うん、最後の最後に、はいはいはい、打ち込んでもらってからね。そうですね、声がもうボスの声に、うん、いやだから、はい、来週ですよ。来週やばいですね。来週ですよ。今回ぶっちゃけ決着つくと思ってたんで。そうですね。それがつかずに来週ってことは、来週ちょっといろんなオンパレードが。そうですよ。神回確定ですもん、はい。ですね。はい。追悼、黙祷、もうすごい回です。ああ、やばいですね。ね、いろんな部分で。うわ、まあ、それはボスかリゾットかわからないですけど。いやいやいや。まあ一応 ね。うん。そうなんです。そうですよ、皆さん。ね。偉いことになりますよ。見ましょう、来週も。ね、見ましょう。ね、もう来週はやばいです、絶対に。はい。見ないとやばいです。平成最後ですか。平成最後にジョジョです。平成最後のジョジョです。そうですね、あともう前倒し言ってましたけど、5月の1日は総集編っぽいです。あー、まただーまたです。まただ3回目の総集編です。総集編多いよね。多いですね、今回ね。まあ、そんな余裕あるんすか。でもアニメの寿命が伸びてるから僕は嬉しいですけど。あー、なるほどね。一応ね、延命だ。うん、まあでも早く次は見たいところありますけど、はい、来週は本当に皆さんもうお見逃しなく。このアニメ語りも超絶、ね、楽しみにしておいてください。どうなってるか我々も分かりません。我々はもうどうなってるか、ね、これリゾットのこれ指差し方かっこいいね、はい、楽しみにしましょ う, しょうということで、また来週、またよろしくお願いします。今週もありがとうございました。ありがとうございました。トゥルルン、バイバイ。はい、どうもトンペティーズです。よろしくお願いします。いや、今回ね、ドッピオの予知能力、はい、ああエピタフね、便利ですよね、あれね。そうですね、 あったらいいですよ。でもね、実は僕ね、はい、言うたらあかんで、はい、予知能力あるんですよ。言うたらあかんで、先週は占いできるっつって、はい、予知能力も今週あるんですよ。まあ、あれあるんですよ。すごいっすね。たまたまね、うん、たまたますげえな。 あ、じゃあ、どんなのか。じゃあ、まあ、例えばね、はい、コーラを飲んでると、はい、ゲップが出るとか。いや、当たり前やないか。誰でも知ってますよ。女性が言ってたやつでしょうか、それ。いやいや、そういうのじゃなくて。見えるんですね。
あとまあまあ、はいはい、オープン戦で打ちまくってるタイガースの外国人選手は、はいはい、開幕すると大体打たなくなるとか。いやそれもようあるやつや。もうそんなん良してんでも分かってることでしょう。見えるぞ。いや、うん、見んでも分かることやそんなもん。あとまあ目覚まし時計でこわって目覚めた時に、はい、高城くんに僕が遅刻で謝ってるという映像が見えて、はい、二度寝してるだけやんけ。いや見えるぞ。いや遅刻し当たるんだ。いや当たったらあかんから。よち当たったらあかん。ちゃんと来てください。それは当たってます。ダメですって。よちやからしゃあないよ。いやそういうのじゃなくて、うんうん、あ、じゃあ分かりました。じゃあ、はい、なんか僕のことをよちしてくださいよ。あ、いいの？ちょっと先でもいいですし。ちょっと先。はい、あ、見える。あ、うん、高城くんがもうええわって言ってる姿が。いやもうええわ。よろしければチャンネル登録お願いします。